はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015デスパイネ侍道パート11やっていきましょう。で、今回も早速、調子を上げたいと思います。はい、調子上がったね。 OK ってことで、今回は中日3連戦ということで、一応能力、相手の能力見ておきましょう。85パーフェクト、パーフェクトまで来ましたね。スピリッツまではどうかなっては感じはしますけども、さあ頑張っていきましょう。あ、今日も本拠地ですね。今日もっていうか今回もね。よし、頑張っていきましょう。山井か、山井といえばあのスライダースラーブが厄介なのかなって気はしますよね。結構ストレートも速いしコントロールも悪くないしっていう感じで、まあ、抜けてきたボールをしっかり打ちたいのはあるんですけど、今ちょっと調子が悪いんでね、もう交流戦で何回調子の上げ下げが起きてんねんっていう感じはするんですけどまあこれが僕なんでね、1試合でパタッと止まったり1試合でガクッと来たりするんでね。てか初回に5失点はないよ。もう試合壊れちゃいますよね。よし、やっていきましょう。最近5試合は3割1分6厘、まあ、悪くもなく良くもなくって感じですね。思った以上にスラーブは弱小化されてるのかな、弱体化というか、この回よし、1点でも2点でも取りたいですけどね。この回本当に1点でも2点でも取りたいですね。なんか投げ下ろされた感ありましたね、今のストレート。結構いいボールだな。さあいくよ。伸びすぎやな、センター前でよかったけどな。まあいい当たりすぎたってやつですね。でもまあその内角のコースをああやって弾けてる時は悪くない時やと思うんで、今のイメージ的には悪いイメージはなかったですね。まあ一つネックになるのはパーフェクトまでレベルが上がってるので甘い球は少ないなって気はしますよね。うわー、さっきスライダーがやっぱりやばいね。スラーブじゃないね、このピッチャーはスライダーだね。この点差ですからね、ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かにしたいな。よし、オッケー、振るところやったけどね、なんとかフォークボールやと見極めてよかったですね。ナイスボールですね。厳しない全部こんなもんかな、ファイフトってこんなもんやったかな。いや出た、またセンターフライ。多分ね、もうちょっと下を叩くとマシンに当たってセンター前になると思うんですよね。そこを常備調整するのか。でもやっぱホームランが打ちたいんで上面を叩きやすいんでしょうね。いい時は綺麗に弾いてセンター前、もっといい時は綺麗に叩いてホームランなんでしょうけど、なかなか難しいよね。てかロッテ結構展開してきたね。これ波に乗っていきたいですね。よし、この球は外れています。内角は今真っ赤なので内角を投げてきてほしいかな。でもここは本当は潰れてなんかブルブルって揺れるからね。ここ嫌だね。これコントローラー直したいけど、コントローラー高いからね。よし、今のはよく見ましたね。いいよ、出塁するのも大事だからね。まあでもヒットの方が打ちたいかな。よし、まあ OKOK。 お、来た、ここでしょ、4番の仕事をするのはここでしょ。高橋くんか、打ちにくいな。打ちにくいよね。あっと×ボタンが意味わからんけど、そうですね、走れ走れ、はい、ダメでした。打てないな、またパーフェクトから下がりそう。でもう一回ぐらい回ってきそうですね。よし、打ちましょう。ホームラン打ちたいな。浅尾くんや、いいね、浅尾頑張ってほしいな。個人的に大好きなピッチャーなんでね、まあ、本当に阪神の時は何回もやられましたけどね。今のスライダーとかも打ち上げてしまってる以上、てかアウトほとんどがセンターフライだったね今回。まあドンマイということで、まあそういう時もありますよね。まあ交流戦あと5試合ですけど、なんとかね、いい感じで終わらしたいかなとは思いますね。
まあ、交流戦開けると次はオールスターまで動画が撮れない、撮れないというか撮るつもりがないんで、うん。まあ、そこはなんとかね、しのいで、オールスター明け、オールスター明けくらいからね、なんか調子上がってくるんですよね、僕の場合。結構ね。だからオールスターまでをなんとかね、乗り越えて、そこから頑張っていきましょう。大野くんか。大野くんもね、結構やってくれ、スタープレイやってくれって声がね、どうやろう、3、4人いただいてるんかな。なんでね、まあ、大野くんはピッチャーで結構もらってるんで、まあ、近日公開かなとか思いながら。うん、ネタバレは避けたいんで、絶対しますとは言いませんけど。うん。まあ、コメントに書いてくれてるんでね、皆さん見ようと思えば見れるんで、別に隠す必要はないかなと思うんですが、まあ、やるやらないは、うん、僕が決めたいかな。そこがね、やってる人の権限なのかなとは思うんで。まあ、だから、いろいろコメントくださる方は嬉しいんですけど、若干ね、バッター操作の方は時間かかると思います、正直。うん。あとね、時間がないときね、バッターで結構時間かかるからね、できないんですよね、正直。だから、ピッチャー操作の方がやりやすい、正直ね。時間もかからないし。うわぁ。そのプレーは今やめてほしかったなぁ。てか、今の抜け球をヒット打てない自分が悪いんですけどね。やばいなぁ。また動画内でヒットが打てなくなる。先ほどの打席はライトフライに倒れています。もう完全になんかこう縮くまってる気がするもん。最悪、本当にあかんわ。調子が悪い云々の前になんかもう確実にダメになってる。誰よりも今プロスピを下手くそな気がしますね。よし、打ちましょう。2回とも失投をアウトにしてしまうっていうのはダメだね。抜けてくれ。よし、やっと失投ギリギリで打てた。オッケーオッケー、それもタイムリーになってくれたから、これでヒットのない試合は今のところ取ってないですね。よかったよかった。3連戦あるからね、3連戦ヒットなしっていうのはもうプロ野球でもなかなかないことですからね。それでやったらプロ野球でも結構ざわつかれますもんね。3連戦でこのバッターはヒットなかったですって言われますもんね、絶対。やっぱりいいよね、ほんと。やべえ、ナイスボール。でも球速安定ではないんですね、逆なんですね。ナイバッチ。よし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 。なぜベストピッチの方が綺麗に弾けるのかっていうね。まあ、完全ストレート狙いではありましたけどね。ああいうセンター前打てると気持ちいいよね、ほんと。よし、決めてくれましたね、清田が。千葉ロッテマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。よし、最終戦はホームランでやっていきましょう。前回も多分ホームラン出たんじゃないかな、初戦やったかな。うん、ってことなので今回も結構動画内にホームランは最悪1本は出てますよね。結構いい時は 3,4 本出たりするんですけど、なかなか難しいからね、ホームランっていうのは。ヒットはね、ある程度合わせれば出たりするんですけど、ホームランっていうのは完璧に押すタイミングとかいろいろありますからね。どうだ ?1 位かな。お、1万、16万票。柳田より多いね。さあ、投手よりも多いのか ?1 位っすね、今のところ。いいね、16万票。お、若松最近完封やった、完投やったしてましたよね。うん、これから楽しみなピッチャーの一人ですよね。よし、頑張っていきましょう。絶好調か。相手のピッチャーが絶好調っていうのは打ちにくいっちゃ打ちにくいですよね、正直。まあでも、頑張っていきましょう。そうですね。あんまり狙い球は絞るのはやめとこうかな、今回は。まあ、第3戦目ってもありまして、ヒットも出たんでね、昨日は複数安打したんで、まあ、気負わず、甘いボールが来れば引っ叩くように。まあ、正直甘いボール2球来てたからね、本当なら4打数4安打でも良かった試合でしたもんね、前回は。まあ、そんなこと言ってもしょうがないんで、終わった試合はね。でもなんか天気悪いね。ロッテね、ロッテの今の本拠地。なんか暗い感じがする、気のせいかな。あまり勝負されてないのかな。ナイスボール。
さあ来い、はい、来たー。さすがに打つよこれ。さすがに打つよ本当に。でもよかったね、これでホームランも出ましたね。これ目標は一応達成したかな。よしよしよし、33本、いいね、気持ちいいね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。結構本当に量産体制に入りつつあるのかな、ホームランは。ちょっと今加減気味だけどね、まだも打っていかないとな。いや逆だよね、それは打たずにさっきのボール打つべきだよね。まだうまい、結構嫉妬来てるからね若松くん。もらい時かな今のが、打てる時に打っとかないと。でも後半になればまた打つのめんどくさくなると思うんで。先ほどの打席はセカンドゴロ、警察だと。よしよしよし、清田よう出てくれるねやっぱりね、能力高いしね。よしよ、そしてドラゴンズが若松、この2人の投げ合いとなっています。そんなに走る、走るバッターかな、ランナーかな清田って。まあ、そのパ・リーグの試合あんまり見れないんでね、そこは残念やなとは思うんですけど。ダメなのかな調子。あれ空振りますか、本当に調子悪いんだろうね。まあ、どまいどまい、気を取り直していこう。来た大沢、打つよ俺は打つ。いい形でつなげましたね。パームが一級品だからね大沢はね。どうやって投げてるんやろね、パームなんてね、もう絶対投げれないけどね、僕ね。きたー、入るか、よし、いいねー、よかったよかった、さっきの借りは返したよ。よし、2本ホームラン打ててよかったですね。いやでも正直あと3安打4安打ぐらいはできましたね、この回ね。一応ヒーローショーで6打点は稼いだのかな、あ、5打点か、2ランホームランと3ランホームランでね、まあ、悪くはない試合でしたけど、ボールがボールでしたからね、あまり納得がいく感じではないですね。よしよしよし、まあね、悪くはないですから、うん、このまま流れよく。お、最初レギュラーじゃなかったのに不動のレギュラーまで上がりましたか。こういうのは上がるの早いけど人気上がるのは少ないよね。筒香もね、今やったらもっといい能力、いい成績残してられてるのかなっていう気はしてます正直ね。うん、よし、じゃあ今回これぐらいで終わりたいと思います。結構追いすがってるのかな、ぼちぼち。うわー、次のピッチャー杉内はあれやな、打ちにくいやろうな。まあでも言ってもしょうがないんでね、頑張っていきましょう。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それではソウスケでした。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、さようなら。